皆さんこんにちは、ブチジーです。いかがお過ごしですか？今回のお題ですが、駅を建築したいと思います。事前準備として建物の土台を作っておきました。駅舎とホームの大きさはご覧の通りです。また駅舎は地面より一段高く、さらにホームは駅舎より一段高くなっています。それでは作っていきましょう。まずは駅舎の柱として頭皮の原木を置いていきます。高さ4ブロック分置いていきますね。そして柱の間にも頭皮の原木を置いていきます。こんな感じになりました。次は壁を作っていきます。白樺の板材を置いて、ガラス板で窓を作っていきます。駅舎の出入り口側と側面は横長の窓。ホーム側は一つずつの窓にしました。ここからは屋根を作っていきます。まずは頭皮の板材を階段状に置きます。高さが3ブロックになるように置きます。そして頭皮の板材で隙間を埋めていきます。あとは多くの階段とハーフブロックを敷き詰めた後、屋根の一番外側に白樺の階段とハーフブロックを置いていきます。駅の出入り口の屋根も同様に仕上げておきます。あとは屋根と柱の間を頭皮の板材で埋めて、白樺のフェンスを使用して通気口を作っておきます。出入り口側、ホーム側、両方に作っておきますね。最後にホームと駅舎の装飾をしていきます。ホームの端に頭皮のフェンスを置きます。次は花崗岩の塀を置いて、花崗岩の塀にランタンを取り付けます。駅舎内にもランタンを取り付けて、頭皮の階段、トラックドアで椅子を作ったら完成です。こんな感じに仕上がりました。今後はこの駅を拠点として、現在地下にある資材を搬入したいと思います。それでは皆さん、またお会いしましょう。